ミカとカズマの Q&A。 ウォー、はい、これからインスタで募集した質問に答えていきたいと思います。みんな聞いてくれてありがとうございます。 Thank you. Thank you. OK, question one。僕の名前は橋爪美香、20歳です。ハワイ出身です。僕の名前はカズマ、18歳です。ニューヨーク出身です。いやー、待つ、ニューヨーク出身です。僕はスノボがすごい大好きなんで、最近めっちゃ行ってます。僕の趣味はジムに行くのと曲を作るの。最後いつジムに行ったの？今日の朝行きたかったけど行ってないじゃん。今日の曲です。明日行きます。ジムじゃないじゃん。 You can go crazy. スノーボー、最近はそう、スノボがすごい流行った時期なんで、もうなるべく行くようにしてます。時間が空けば。最近僕20歳になったばっかりですから、最近バーに行くのが好きです。好きな音楽は R&B とジャズがちょっと混ざったようなネオソウルとかが好きですね、うん、僕はもっと、アメリカの R&B とポップ混ぜてる感じ。カイオディアンとか。 I showed him カイオディアン。あとは、マックマックエアーズとか。僕はバーゼーっていうアメリカのポップのアーティスト。That's the only thing I can think of right now。 でも常にあの新しい音楽を探してるんで、そのジャンルの中で、うん、常に新しいアーティストをいつも僕のインスタとかでも上げてるんで、yeah. チェックしてみてください。 The Great Gatsby っていう映画です。知ってますか？ Did you read the book? Yeah, we're like in class. 学校で、そう、僕も学校で読んだんですよ。本読んで、で学校でも見ました。うん。But that's like my favorite movie, I think. こちらさん。いや、僕もレオナルド・デカプリオが出てるシャッター・アイランドっていう映画がすごい好きで、最後まで展開がちょっと読めないっていうのが面白いんですよね。最後に大きなトゥイストが。シェー。最近すごいかっこいいズボンを買ったんですけど、ラフォーレにあるコーテーマーっていうコーテーマーっていうブランドがすごい一作一作なんか全て手作りでやってるらしいんで、すごい画像を上げますんでチェックしてみてください。僕昨日このズボン買いましたけど、パッターとナイキのコラボで、僕パッター今すごく好きです。僕は犬のハスキーがすごい好きなんですよ。もともと親戚のおばさんが飼ってて、いつも会いに行ってたんですけど、お父さんがペット飼っちゃいけないって言うんで、僕犬の容器が欲しいんです。小さい犬が好きですから。僕大きいのが好きです。スプリング、あ、春です。あの天気とかもいいし、僕の誕生日も5月なんで。僕夏は好きですけど、 The only thing I don't like is that it's really hot。 でも僕海に行くのは好きですから、うん、だから夏好きです。友達がみんな大学、アメリカの大学に行ってるんですけど、冬休みで帰ってきてすごい嬉しかったんですけど、やっぱ学校がまた始まるんで、みんな帰ってちょっと寂しかったです。最近僕のハワイの友達を日本に来ます。で帰った時に寂しかった。同じじゃん。Yes, 同じ。お互いあんまり友達いないんで、もう集中です。When all our friends are gone, it's just us two. 友達、Sorry. 友達が来た時です。多分、Me too. 僕も。いやでも一緒にスノボ行った時はすごい楽しかった。Yeah, yeah, yeah. うん。最近僕最近僕新しい曲を作ったんですけど、 Road Trips っていう曲で、 It's really good、It's really different from the usual style of music I make。
So it was really fun making that song. So after I made that and it came out the way I wanted it to, I was really happy. Yeah. That's a good story. Sorry. 今日このルームに入った時にそう、料理やると思ったらびっくりしました。そう、キッチンがなかったんですよね。だから Q&A 動画になっちゃった。はい。おう、昨日僕このスマホ買った時に The Black Eye Patch っていうThe Black Eye Patch っていうブランドのフッディをすごく買いたかったんですけど、今お金ないんですから、本当にすごく欲しかったから、 If anyone wants to buy me that I'm joking. でも最近全然服買ってないから、 Probably wants games. いやでも最近ゲームは買ってるから、ゲームはいらないかもしれない。Wait, スマブラとポケモン買ったから、ごめんなさい、次。もっとソロ曲作りたいな、うん、僕トイレ行きたい。嘘でしょ。 Sorry. I'm back. Next. 僕基本手ぶらなんですよ。だから財布と iPhone とイヤホンしか持ってないんです。うん、僕もでもバッグ持つときにいつもパソコンが入ってる感じで。1万円です。6000円です。 For about the next 5 days I have that 6000円。スイッチ買いました。このズボン2万でした。いつも朝起きるときに I just put like face lotion on my face. Oh! And like that's it. And then at night time, like I put acne cream on where I have acne. 僕はシャワーから出るときニベアのあれ塗ってますね。ローションみたいな。ニベアスポンサーで入れるんで。Zero. Unless you count cows giving me something. お母さんから1個いただきました。1年生の時に、いつも僕のお母さんが好きな子いるっていつも聞いてて、I did like a girl in like the first grade. So my mom, on Valentine の時に僕のお母さんがすごくお花とか、テディベアとチョコレートを。She made me bring it to school and leave it in the girl's cupboard. 持ってけって言われて、その女の子のロッカーみたいなところに入れたらしいです。What happened to that? いや、でも僕が恥ずかしかったから、I anonymously put it into her cubby. So I watched her go to the cubby and like freak out. I was like, who is this? そのロッカーに行く彼女を見て、その彼女がすごい、誰が入れたのみたいなことで騒いでたんですけど、I was too shy. ミカ君は恥ずかしかったから、何も言えなかったらしい。I don't like her anymore though. もう好きじゃないです。当たり前だよ。あんまないかもしれない。バレンタインはそんなにやってなかったんで、ちょっと恥ずかしかったんで。I would go to Kaz and I would flirt with Kaz so much and make him like me. And then 僕とイチャイチャして。僕がミカ君のこと好きになるように接して、 And I make him like plan a date and stuff for that night and I just wouldn't show up to that date. そのデートに行かないらしい。つまりただ僕とイチャイチャしたいだけなんですよね。No wait, no, that's not it. 多分ずっと裸で自分のこと見るかもしれない。 Oh, you weirdo, what the weirdo. 僕の裸のやつカットで。友達となんか過ごすんだったらすごい外に行くんですけど、友達と予定がない場合は基本ずっと中にいますね。お家の中にいるのは寂しいですからあんまり好きじゃないです。そういつもオフの日を人と予定を作ります。だけど僕のお姉さんと予定作ります。ああ、僕たち一緒にオーストラリアに行ってライティング、曲のライティングキャンプを一緒にやったんですけど、すごい天気も良くて、yeah. 綺麗な場所だったんですけど、ずっとスタジオにいたのでそんなに体験できてなかったですね。もっと観光とかで行けたらいいなって思ってます。yeah. 僕パスタとかしか作れないんで。最近僕が一番好きな料理は It's like Italian chicken
を焼いて、and then I put a cream sauce on it. Oh, you were talking about that. And like add spinach and tomatoes, but that's like the easiest like best dish. チキンにクリームソースかけて、あとほうれん草とトマトを入れた。That tastes really good. ディッシュがうまいって。So every time I cook, I make that probably. マネージャーさんのホームアドレスと電話番号は何ですか。あとクレジット番号もお願いします。はい、ちょっとマイナンバーとかも。